Christ, who descended during the Renaissance around 1500, left many messages to us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and King according to Jewish geometry. This is important. 61 and 27 stand for God and King according to Jewish geometry. In other words, the man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, King Christ not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that Christ is King in the Bible. In other words, King Christ himself is the human savior.1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインですと、つまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131
という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。でここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神、神ということになります。つまりここに描かれているのはセントジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。ついでに言えば、右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は、一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということをこのような形で、まあ、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとカイン、カインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけれども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中に、やはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間にメッセージを残しました。この絵の中には777527という数字が隠し込まれていました。77キリスト、50ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン、キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセントジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というものイコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に神、カイン、キリストはですね、この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまりカイン、キリスト、神自身がこの地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠を、このような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキオの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまり
アンドレア・デル・ベロッキオの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキオの描いたこの人物、まあ、一般にはこの絵はですね聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。つまりここに表現されている神カイン・キリストは、つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。Wikipedia English writes about Mark set upon Cain as follows. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Cain and Abel in the book of Genesis. In the stories, if someone harmed Cain, the damage would come back.Sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical mark on Cain himself. The King James Version of the Bible reads, "Set a mark upon Cain." But what is that mark?I, Hiroshi Hayashi, have determined that the fact that his face was hairless is a mark. 弟のアベルを殺した罰により、兄カインはマーク、つまり誰が見てもすぐわかる印がつけられます。が、そのマークとは何か。私、林博士は顔をのっぺらぼうにされたことがその印であると判断しています。博士林、Hamamatsu City, Japan。This is...One of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this,
I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about? He's of course Leonard himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. レオナルド・ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林浩司はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林浜松 City Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが
つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前はつまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカインキリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。This is a picture entitled Saint Jerome by Leonardo da Vinci. However, the number 61 was hidden in the background of this picture. 61 stands for God in Jewish gematria. In other words, the person depicted here is God himself, a self-portrait of GodHimself. Generally, this picture is entitled Saint Jerome because a white blank lion is drawn below, but this is also one of the tricky pictures. In other words, this is a self-portrait of God himself, drawn by God himself, being disguised as Saint Jerome.ジェローム、これは聖ジェロームと題された絵ですが、この絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。つまりここに書かれている人物は神自身、神自身の自画像ということになります。一般には下に白抜きのライオンが描かれていることから聖ジェロームということになっていますが、これも騙し絵の一つということになります。つまり聖ジェロームに見せかけた神自身による神自身の自画像ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。
The original sketch of this is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. However, in the sketch, it is written in code as Christ's biblical king. Number 775025 stands for Christ's biblical king in Jewish gematria. In other words, Christ is what the Bible writes king. If you read this painting, you will also find that there is a number 15 and 20. 15 is a sacred number of Inanna Maria, and 20 is a sacred number of Shamash Jesus. What drawn here is Inanna on the left and Shamash on the right. However, what is written here was not only contrary to the doctrine of Christianity in the Middle Ages, but also unthinkable for anyone in common sense. Of course, Michelangelo himself, who is said to have painted this picture, had no way of knowing it. Everyone believed that the Savior is Jesus. However, in the painting, it was written that Christ is king in the Bible. King in the Bible. It writes that Cain, who killed his younger brother Abel with jealousy, is Christ. Then, there is something important here I would like you to think about. In other words, who can write these words or such a serious confession? If you read these words again, as it is, Christ is Cain, who killed his younger brother. And moreover, Maria is Inanna and Jesus is Shamash. If Cain himself wrote this wording, it would be a serious confession. There's no other person who can write such wording except Cain himself. Furthermore, I say here that it is only Cain himself who knows such a thing. In other words, it was Cain himself who painted the picture. There is no other God than Cain himself. Yes, Cain himself. Yes, that's right. It was Cain himself who could draw this. In other words, that is to say that this one single picture teaches the mystery of Christianity as a whole. At the same time, the series of paintings of all the works, including Leonardo da Vinci and Michelangelo's works, are the ones that King Christ left behind as messages to humans. King Christ is the greatest artist in the history on this planet, the Earth. このスケッチの原画はミケランジェロ・バルノティが描いたものと言われていますが、このスケッチ画の中には暗号でキリストは聖書でいうところのカインと書いてありました。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインなんだよとです。さらにこの絵画を読み直してみると、そこには15、20という数字があることがわかります。15はイナンナマリアの神聖数です。20はシャマーシュイエスの神聖数です。ここに書かれているのはシャマーシュイエスとイナンナマリアということになりますが、この内容は中世のキリスト教の教義に反するのみならず、一般の常識においても考えられないことでした。もちろんその絵を描いたとされるミケランジェロ自身も知る由もなかったことです。
救世主というのはイエスであると誰もがそう信じていたからです。が、その絵画の中にはキリストは聖書でいうところのカインと書いてあったのです。カイン、つまり弟のアベルを嫉妬に駆られて殺した兄のカインがそのキリストだというわけです。が、ここで皆さんに考えてみてほしいことがあります。とても大切なことです。つまりこうした文言を暗号であるにせよ、それを書けるのは誰かということです。誰かということです。この文言をそのまま読むと、キリストというのは弟を殺したカインですよとなります。さらにマリアとはイナンナのことですよ、イエスとはシャマーシュのことですよと。つまり左側に立っているのがイナンナマリア、右下にいるのがシャマーシュイエスと。もしこの文言をカイン自身が書いたとするなら、それは重大かつ深刻な告白ということになります。またそんな文言を書けるのはカイン自身を置いて他にいません。さらに言えば、そんなことを告白できるのはカイン自身でしかないということになります。言い換えると、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。他の神ではありません。カイン自身です。そうです、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。つまりこの一枚の絵がキリスト教全体の謎を教えていることになります。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったことを示しているということになります。ここが重要です。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったということを示しているということになります。ダヴィンチやミケランジェロが書き残したと言われている作品は、すべてそのカインキリストが人間へのメッセージとして書き残したということになります。カインキリストこそがまさにこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。繰り返します。カインキリストこそがこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一応ミケランジェロ・バノーティが描いたとされるカッシナの戦いと題された絵です。実のところこの絵がですね、本当にミケランジェロが描いたかどうかについてはいろいろと言われています。がしかし、まあ、そのスケッチ画のコピーが残っていたというわけです。でその中には775027という数字が隠し込まれていました。775027です。で775027をですね、ユダヤのシンプルギャマトリアで解読すると、キリスト聖書のカインとなります。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよという意味になるわけです。ここが重要ですから、皆さん自身の目で確認してください。775027ですね。が、それだけではありませんでした。1、そしてその下に5、そして02と続きます。02は20と読み直します。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできるようになっていました。ともかく15はですね、イナンナ・イシュタール・マリアの神聖数です。20というのはシャマーシュ・ウツ、つまりイエスの神聖数です。つまりこの絵の中には2つのメッセージが込められていたということになります。キリストというのは聖書でいうところの会員だよという意味と、そしてイナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスが
いわゆるキリスト教の原型を立ち上げたという意味になります。がしかしカインというのはですね、嫉妬に駆られて弟のアベルを殺した大罪を背負った神ということになります。ここが重要です。カインというのは嫉妬に駆られてですね、弟のアベルを殺すという大罪を犯した神です。その神がつまりは聖書でいうところのカインだというわけですね。つまりこうした告白をできる告白がですね、できるのは誰かということになります。神のいわゆるまあ根幹、キリストの根幹に関わる告白ができたのは誰かということです。つまり神自身だということですよね。で、みんなですね、カインの素顔、元の顔だと私は判断しています。弟を殺した罪によりですね、このカインは顔にマークをつけられます。一般にはマークと言われ、顔を落とされたとなっていますけれども、つまりひげ、髪の毛を落とされたということになるわけです。で、77をもう一度見てください。これは七七礼拝堂天井、まあ、壁画のですね、最後の審判と題された絵ですけれども、そこには77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアによればキリストを意味します。つまりこれがキリストだというわけです。そしてこのキリストがですね、つまりカインであったというわけです。で、このカインに注目するわけですけども、カインにはヒゲがありませんでした。そのことはですね、ゼカラシッチの書いたロスブックオブ延期、延期の失われた書の中に記述がありました。第8の年度版の中にその記述が出てきます。2ページ目ですね、この下あたりにそれが書いてあります。カインにはヒゲがなかった、ヒゲのないカインがそこにあったと書いてあります。ここですね。で、拡大して読み直してみます。 And the face of Cain on the right was beardless, and the face of Seti on the left with beard was。 つまり右側にいたカインの顔にはヒゲがなかった、そして左側にいたセトの顔にはヒゲがあったというわけですね。つまりカインは弟を殺した罪によりですね、その上の神から、まあ、聖書の方ではファレン、落とされたとなっています。その落とされたという意味がですね、つまりカインの顔ということになるわけです。まあ、当時ね、今もそうですけども、ヒゲのない髪の毛のない男というのは大変あの地域においては目立つ存在であったわけです。まあ、誰が見てもそういう人間だったというわけですね。まあ、そういうことを念頭に置きながら続く動画をどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチの顔にまつわる謎を皆さんにも分かっていただけると思います。Bye for now. This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of Cain Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and
Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広し林、HMS City Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神
を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカインキリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカインキリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカインキリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。
Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus.Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humansto make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林ひろしのイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥックです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で、赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス。そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ベロッキョとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュイエス、このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあいわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、片目の鳥が描かれています。片目イコール片目のマルドゥックとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあこのようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、片目のマルドゥックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドゥックとそしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。で、ともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード、主、アイアン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあち、レオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥックと、そしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神
の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。John, chapter 8, 11, 1. Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?This, they said, to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin...among you, be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him.Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more.イエスはこう言ったとされています。なんじらのうち罪なき者石もて打てと。つまり石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということはこの人物はセント・ジェロームではなくてイエス自身ということになります。広島市浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このセント・ジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが
描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私、林氏がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまり、パブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となると、このゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますように、このパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に描いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのは、この私、林博士が最初です。となると、こうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくも、ここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is bound, for as
far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love.